皆さんおはようございます。エフェボーチャンネルです。本日は10月8日火曜日、本日も音楽と機材も背胸に元気に過ごしてまいりましょう。さて、昨日ご紹介の新規初投稿は奈良県大路町大寺町20歳モスンさんからのね、ギター用のボードを投稿いただきました。誠にありがとうございます。お手軽空間系ということでね、なんかご自宅ではね、空間系をラックで使っているんですけれども、車がないので、ライブの時にはね、この GT1 を使うということでね、投稿いただきました。誠にありがとうございます。それでですね、今回ちょっと注目したいのがですね、歪みなんですよね。ブルースドライバーを前段でブースターと、それから、マーシャルのガバナープラスですね、GV2、これをですね、メインに使っているということで、2個掛けなんですけれども、エペボーイさんですね、ブルースドライバー BD2、出た当初から持ってたんですけど、やっぱり前段2個掛けでね、前段にかけても後段にかけてもですね、どうしてもブルースドライバーの味が強すぎてっていうかですね、非常に特徴ある音なので、非常にこう引きずられちゃうんですよね。で、音作りにすごく苦労した思いがあってですね、今回どういう風にね、セッティングしてるのかですね、とっても気になるところなんですが、このガバナープラスのですね、ノブのところがですね、こう角度で見えないということでですね、BD2 の方はね、ブースターなので、もうなんとなくね、使い方わかるんですけども、ガバナープラスの方ですね、ぜひとも真上からですね、ノブを映していただいてですね、また投稿いただけたらありがたいなというふうに思いました。GT1 のね、空間系も含めてですね、このボードがね、そういう意味でどういう音になるのかね、とても気になりますので、次回はね、マイページの方、もですね、投稿時にですね、YouTube のリンクなど貼っていただけたらありがたいなというふうに思います。そしてね、最後になりますけどもね、このガバナープラスなんですけどね、生産完了ということでね、残念ですよね。初代のね、ガバナーも含めてですね、やっぱり本家本元のね、マーシャルから出ているこのガバナーの冠、とてもね、次の新しいモデルとか出るのかな、期待しておりますのでね、こちらのね、追加情報もね、ヤマハさんお待ちしております。ということでね、投稿誠にありがとうございました。続きましてですね、2回目のご投稿になりますね。聖次郎さん、いつもねツイッターとかでね反応いただいておりますけれども、聖次郎さんといえばですね、この、ボスコンオンリーボードでね、非常にエフェボーイさんこの印象に残っている方なんですけれども、今回ベース用でですね、なんかツイートされていてですね、あれ聖次郎さんベースも弾くんだっていう感じで反応させていただいたらですね、もう見事に4台ともですね、もうボスコンということでですね、これパワーサプライどうしてんのかなと思うんですけども、チューナーの電池だけで電源供給 分岐ってことできないと思うので、これちょっと謎ですけれどもね、投稿いただきました。で、ベース用のボードでね、ボスコンオンリーボードって多分エフェボードは初めてでじゃないかなというふうに思いますけれども、ちょっとツイッターでやり取りしたですね、ボスコンオンリーボード、コンテストみたいなね、いつかやってみたいなというふうにもちょっと思わせるようなボードでございました。いつもね、投稿誠にありがとうございます。こうしてね、ギター用とね、ベース用並べてみるとね、またこれまた高まってきますですね。ちょうどね、バナー広告も DD8、来週のね、10月の12日土曜日、新発売ですけれどもね、ちょっとコラボして、バナーとコラボしてみましたけれどもね、聖次郎さんいつも反応いただいたり投稿いただいて誠にありがとうございます。それではね、本日も音楽と機材もそのに元気に過ごしてまいりましょう。投稿もまたお待ちしております。ありがとうございました。